大丈夫なのか、立花は。とりあえずはね、ここだけの話、社長は随分前から腎臓をやられてんだ。このことは立花不動産でも俺しか知らない。病気ってことか。昔社長が腕をなくした時、輸血するまでにだいぶ手間取ってな。それで腎臓がうまいこと動かなくなった。社長の腕を落としたのは、その頃敵対してた中国人マフィアどもでね。もちろん落とし前は俺がつけといた。カタギの話には聞こえねえな。昔のことだ。俺らはその頃まだ不動産屋でもないゴロつきでさ。でもそれ以来、社長は一日おきに人工透析を受けなきゃなんなくなった。こいつをやらねえと社長は死んじまうんだ。立花はそんな体で登場会を敵に回してきたのか。この人は体がこんなんじゃなければ全部一人でこなしちまう。腎臓のことがなきゃ、多分立花不動産って組織も俺やあんたさえ必要なかったろうな。それでこれからどうする？全部社長が目覚ましてからのことだ。安心しな。ここは神室町の中で唯一登場会の目が届かない場所でね。アジア街って呼ばれている。聞いたことねえか？アジア街？この界隈に住んでんのはアジア系の外国人だ。堂島組から身を隠すにはうってつけの場所だよ。あんたらはそんなとこにも顔が利くのか。俺も社長も日本人じゃないからな。え？俺たちはもともと在日中国マフィアだ。だからここも闇医者だよ。まっとうな病院にはかからねえからな。出身はマフィアか、初めて聞くな。別に隠してたわけじゃない。ただ今まで立花不動産が登場会に尻尾つかませなかったのも、このアジア街って聖域があったからだ。この辺りの店はマフィアたちにみかじめ納めてでさ、外国人同士つつましくやっている。そうやってる分には登場会もアジア街を黙認するとさ。じゃあここに俺らが出入りしていると知れば、アジア街は登場会の怒りを買うってことか。まず間違いなくな。けどうちはここの顔役にリスク以上の金を払ってる。誰だ？さっき言った顔役の使いだ。陈先生在叫你，要你把那日本人也带去。ジーダオラ。何か問題か？あんたの扱いについて顔役と話をつけなきゃならない。ただあまり歓迎ムードじゃねえようだ。このビルの近くに中華の店がある。あんたにも一緒に来てもらうぞ。行こう。それじゃ顔役のところに向かうが、勝手に変なところを歩き回るなよ。うろちょろしてると面倒なことになるからな。さあ行くか。アジア街の外は今頃堂島組の連中が目を光らせてる。ここにいればまず安全のはずだ。きっちり筋を通せってことなんだろう、多分な。喂，尾田，丽华不动产到底怎么了？为什么那样的日本黑帮也要帮？我有我的理由。除了这里，他也没有钻心机思。陈先生可不喜欢黑帮，这点你们也应该很清楚。喂，尾田，
你听到我说话吗？我现在就是这边，钱先生，说句话，你别管我吧。你可别得意忘形啊，尾田。丽华不动产的人就是以为万事都能用金钱解决。我ついてこいよ。小田、今のは何だ？ああ、気にしなくていい。アジア街はお前を歓迎するってさ。なんて言っても信じねえか。そうだな。ああ、それより、顔役には俺から話をする。お前は余計なこと言わなくていい。俺に任せてくれ。いいな。ああ、わかった。ここだ。お前も入ってくれ。陈先生 ，Jay Wu Kuren， 苏鲁本人，你不在意，用鲁本有吧？こちらはアジア街の顔役で、陳さん。陳さん、こちらが。桐生一馬さんだね。元堂島組の。陳先生は。在日華僑に3人いる長老の一人だ。立花不動産の情報網にはこの方のネットワークも大きなウェイトを占めている。アジア街に来るのは初めてだろう。狭くみすぼらしい場所だ。大したお構いもできず申し訳ない。とはいえこれでも我々は以前このカムロ町でヤクザとも肩を並べていたんだよ。しかしそれをあなたのボス堂島宗平や風間慎太郎が力で押さえつけた。女子供含め多くの血が流され、やがて我々は地下に押し込められた。桐生はその頃まだ堂島組にいませんでした。無論承知している。ただの世間話だよ。失礼しました。その後力を失った我々は時代とともに日本人の金回りが良くなるのをずっと横目に見ていた。この狭いアジア街の中でね。小田さん、そちらの客人はアジア街に歓迎できんよ。その人はあの道島や警察にも追われているね。ここにかくまえば災いの種になる。それを言えば俺や社長も登場会に追われる身です。アジア街は同胞を見捨てることはしない。だが桐生さんは日本人のヤクザだ。それなのに立花不動産はこの件我々に対して事前に話を通してもいない。突発的なことでやむを得ませんでした。ですがここを追い出されれば桐生は堂島組に殺されます。それでも我々は別に困らない。待ってください。立花不動産からの上がりはアジア街にとってもでかいはずです。今までうちとアジア街はいい取引をしてきました。その上でのたってのお願いです。取引は対等なものだった。こちらも金に見合うだけの情報は提供してきたはずだよ。あんた方に借りはない。承知しています。ならこの件については別に金を用意します。私の顔に金をくれとでも書いてあるか。じゃあ他に何が必要です？言ってください。やめなさい。礼儀を忘れて交渉はできませんよ、小田さん。社長。立花、あんたもういいのか？陳さん、お騒がせしています。
小田さん、陳さんは一度下した決断を変える方じゃありません。私たちもアジア外にいる以上、そのことをわきまえておくべきです。ここに桐生さんをかくまうことはできません。でも社長。小田、もういい。事情はよくわかった。俺はよそに行く。帰る前にお茶を一杯どうだね。そのくらいはここにいても構わんよ。いえ、お気遣いなく。すみません、桐生さん。私もあの陳さんがここまで堂島組を恐れているとは思っていませんでした。風間のおやっさんも言ってた。何年か前、堂島組は外国人のしのぎを奪って大きくなったって聞いている。その時かなりの血が流れたらしい。ああ、俺たちはその頃まだ神室町にいなかった。それで陳さんとの間に温度差があったようだ。いいんだ、俺はここを出る。また連絡してくれ。それなら西公園で身を隠すのが良いかと。ここほど安全とは言いませんが。西公園、ホームレスのたまり場になっています。あそこなら堂島組もすぐに桐生さんを見つけられはしないでしょう。分かった。それにしても今は逃げ回るので手一杯だな。空の一壺の方はどうなってる？持ち主を抑えるって話だったはずだ。ええ、でもその話はまた後で。西公園に行ったら今夜だけはそこでしのいでください。明日迎えに上がります。この寒空に野宿か。かける言葉が見つかりません。ふん。ならあんたも一緒にどうだ。今二人でいるのは目立ちます。それに私は明日のために少し準備がありますから。準備？何のだ？大したことじゃありません。そっか、それじゃ明日だな。ええ、それではまた。なんとか堂島組に見つからないように気をつけてください。分かってる。よう、あんた。ん？忘れたか？この間酒をおごってくれたろ。それであんたに立花不動産の人間が。ああ、確か第三公園であったな。そうそう、思い出してくれたか。でもこんなとこで何してる？
家がなくなってな。あんたらと同じだ。なんだ、それじゃお仲間ってわけだ。ああ、それで今夜一晩どこかに寝られる場所はねえか。凍え死ななけりゃ何でもいい。いいよ、そんなら俺のねぐらに寝させてやるよ。ただ襲ったりすんな、俺はそっちの毛はねえんだ。チッ、バカ言ってんじゃねえ。俺のねぐらはすぐそこ、あのブルーシートのやつだ。好きに使ってくれ。そうだな、一泊10万でどうだ。はあ、なんてな、冗談だよ。気が向いたらまた酒をおごってくれ。すまねえな、ありがとう。いいってことよ。目障りなんだよ、てめえらどっか行け。なんだ、おい、あんた起きろ。奴らだ。堂島組。堂島、何言ってる。こいつらホームレス狩りだ。おい、そこにも二人いるぜ。へい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 。あれ、そっちのやつなんかホームレスっぽくないじゃん。別にいいんじゃね。ここにいんだから同罪だよ、同罪。逃げんなよ。やめろ。何命令してんの。やめてくださいだろ。なんだこいつ。ああ、やってくれたよ。これ、大怪我だよな。一車両、一車両。どうしようもねえガキどもだな。そうでーす、僕らガキの未成年でーす。人殺しても罪になりません。罪にならなきゃ罰は受けねえとでも思ってんのか。世の中そんなに甘かんねえぞ。生きがいいね。俺らとやる気かよ。おい、こいつ俺のこと殴ったんだぞ、ぶっ殺せ。ダメ、そろそろ本気でやっちゃう。いっぺん人が死ぬとこ見てみたかったしさ。
お前、こんなことしてただで済むと思ってんのかよ。何がどうただで済まねえんだ。分かったよ、悪かった、だからもう許してくれって。それで謝ってるつもりか。それ、謝る相手を間違っている。なあ、これ君んだろ。さっきこれでおじさんの頭殴ろうとしたろ。ってことはやっぱり君んだよな。やめろ、やめろよバカ野郎。し、もうみんな寝てるんだ、声が大きいよ。ありがとうよ。あんたが一緒にいてくれたおかげで命拾いしたよ。あのガキどもちょくちょく俺らの仲間を襲ってたんだ。多分もう二度と来ないだろうけどさ。そうか。そういや、まだあんたの名前聞いてなかったな。俺は桐生だ。桐生さん、そうか、やっぱりね。確か町で堂島組の連中が探してるやつがそんな名前だったな。安心してくれ、ここにはもうあんたを売るような人間はいない。俺たちは貸し借りにうるさいんだ。ふん、そうか。よう桐生さん、客が来てるぞ。あんたを探してる。客？堂島組か。いや、立花不動産の人間って言ってる。一応あんたのことは知らねえって言っといたけど。そうか、すまん。そいつは今どこにいる？公園の出口に車止めてる。気になるなら行ってみな。よう、桐生君。小田、あんたが迎えの人間か。まあね。夕べはゆっくり寝られたか？寒かったろう。いや、いい宿が見つかったんでな。それより立花は？社長は今あるところでお前を待っている。あるところ？どこだ？実はお前もよく知ってる場所だけど、ま、行ってみてのお楽しみだ。もう準備できてるなら車に乗ってくれ。いいか。ああ、よし、それじゃ。
今んとこつけられたりはしてねえようだな。公園に野宿までして隠れてたんだ。少しぐらいゆっくりさせてもらうさ。それで今から行くのは新しい隠れ家ってことか。いや、そういうわけじゃない。堂島組がカムロ町中に目光らせている限り、あんたはどこに隠れたっていずれは見つかっちまう。だから社長は堂島組の動きを抑えるために手を打ってるとこだ。どういうことだ。今社長がいるのはお前もよく知ってる場所だ。俺たちもそこに向かってる。だからどこなんだ。言わなくてもお前にはそろそろわかる。ここはまさか。やっとわかったか。東城会本部。何のマネだ。社長は今東城会のトップにあんたのこと掛け合ってる。堂島組の動きを押さえつけるにはそのさらに上の極道になしつけるしかないってさ。待て、東城会は橘不動産を潰そうとしてるんじゃなかったのか。橘もあんたも俺も全員殺されるぞ。何考えてんだ。社長もそのくらい分かってるよ。それでも交渉ってのはいつだってやりようがある。先に降りてくれ。社長のいる場所に案内されるはずだ。いくらなんでも無茶だ。社長は賞賛があってここにいるわけだが、危ねえ橋渡ってんのも承知の上だ。ビジネスにはリスクがつきものでね。けどあんたもうちの社員なら社長を信じろ。今度から何かするときはもっと早く教えろ。しっかり頼むぜ桐生君。